ドミニク・エガーターは、スイスロールバッハ出身のオートバイレーサー。現在ロードレース世界選手権、元2クラスに参戦中。5歳の時から、モトクロスレースを始める。その後、ロードレースに転向し、2003年には、ドイツのアダックプロジュニアカップで、シリーズランキング7位を記録した。2004年には、ドイツロードレース選手権 125cc クラスに、 ステップアップを果たし、初年度はシリーズ15位、2005年はシリーズ9位、2006年にはシリーズ2位と成績を伸ばしていった。ロードレース世界選手権 125cc クラスには2006年シーズンの終盤にマルチメディアレーシングより東京のバンサンブライアールの代役として2 0 0に出場したのがデビューとなった。2007年より同チームよりフル参戦を開始した。 ラファエレでロサとシモーネグロツキーをチームメイトに戦った。この年は、ウェットレースとなった第15戦日本 GP で11位に、入ったのがベストリザルトとなり、シリーズランキング23位を記録した。2008年には、アジョモータースポーツに移籍、チームメイトはこの年のチャンピオンとなる、マイク・ディメディオだった。ディメディオがファクトリー仕様のデルビ RSA125 を買った一方、 エガーターに与えられたのはカスタマー仕様の RSW125 だったが3度8位に入ったのがベストリザルトとなりシリーズ16位と成績を伸ばした2009年もアジョに残留チームメイトにサンドロ・コルテセを迎えこのシーズンは2人ともに RSA125 が与えられたエガーターはウェットレースとなった第4戦フランス GP で ベストリザルトの6位を記録、全レースを完走する安定度を見せて、シリーズ13位に入った。2010年イギリス GP2010 年シーズン、エガーターは 250cc クラス後継の元2クラスに、テクノマグ CIP チームから富澤康成のチームメイトとしてデビューを果たした。全17戦中16戦で完走、うち12戦でポイントを獲得し、 シリーズランキング15位で重量急所年度を終えた。第12戦3割の GP では富澤の自己死という悲劇がチームに訪れたが、エガーターは次戦の第13戦アラゴン GP でシーズン自己ベストの7位に入賞する検討を見せた。終盤にはスタートの強さを見せ、後方のグリッドからポイント圏内へ進出するレースも多かった。 2011年もチームに残留し、クラス2年目のシーズンを迎える。チームメイトは、前年度末から、富澤の後任となった、トルコのケナンソフォーグルが務めた。シーズン序盤は、積極的に上位を走行するソフォーグルと比較すると、やや速さでは劣ったが、エガーター自身も、第3戦ポルトガル GP で4位に入るなど、着実に結果を残していった。 最終戦バレンシア GP ではレースを通して表彰台争いを演じ続け、自身グランプリ初の表彰台となる3位を獲得。このシーズン、エガーターは17戦中16戦で完走する高い安定感を見せ、シリーズランキングは8位に進出した。2012年もチームに残留。チームメイトはソフォーグルに代わり、ロベルト・ロルホが務めた。クラス3年目を迎えた。 このシーズンは、いわゆる中堅層としてのポジションを確立させ、昨年以上の安定感を発揮した。エガーターはこのシーズン、クラスにおいて、唯一全レースを完走したライダーとなり、17戦中16戦でポイントを獲得、シリーズランキングも昨年に続き8位に入った。2013年もチームに残留し、クラス4年目のシーズンを迎える。チームメイトは、 同じスイス人ライダーのランディ・クルメナフ派が務めることとなった。2019年はメガボルト・アグスタ・アイデア・ラボル・フォワードから参戦。前戦に出場したが目覚ましい成績を上げることなくシーズンランキング22位で終えた。2020年は NTS RS レーシング GP に移籍し元へクラスと並行して参戦した。元にクラスでは相変わらず成績が伸び悩んでいたが 元へでは、前年チャンピオンだったマッテオ・フェラーリと互角に、ランキング争いを繰り広げ、シーズンランキング3位で優秀の美を飾った。ありがとうございます。